皆さんこんにちは、ヒガです。とみんなおはりゅうどうも、ハリです。とどうも、ケンシです。どうもイエイ。あれ、あれですか？新しいやつ、これです。どんなじゃねえ。ポンがつらいくん。いや、違います。違うんです。高さ、音の高さが。あ、そうなんですか。ジュライ君、タグ付けしよう。はい、ということで、ね、今日はね、今回ね、現役高校生のケンシとハリに来てみました。イエーイ。ということで、これのね、インスタグラムで、うん、あのストーリーで募集して高校生時代にやらかしたことを聞いて、それに答えていこうかなと思います、はい。まずさ、大体の人はもうさ、高校通ってるじゃん。そこでやっぱやらかしたことをね、聞きたいなと思って、はい、それに今僕らがね、ちょっとあんま突っ込んでいこうかなと、うん、俺が選ぶじゃなくて、ちょっと2人で選んでほしいなと思って。あ、俺らが選ぶんだ。そう、まあ、それに俺もそれに参加していくから、あ、それね、やっていきたいなと思う。はい、レッツゴー。はい、ということで、どうぞ。はい、じゃあ1つ目、はい、新スポのトンネル行って、うん、された。あー、なるほどなるほど。何言って、何て言いました今。されたじゃない。させられたさせられた。やる方だ、やる方。でもさせられた、させられたってやられたじゃないですか。させられた、これ男からしたらさせたん。あ、そう、やらされたみたいな。そうなん。ああ、え、あれ、そういう俺ない。トンネルで、しかも新スポ。トンネルなら、まあ、分かる。新スポのさ、怖さなくならない。すごい声だけが響いてる。そうね、声すごい。確かに声めっちゃ響くじゃん。トンネルだからね、うん、音どっちかでも音すごい音する。おもろい、これある、この景色。ないっすよ。ないね、ほぼないっしょ。これなかなかないよね、この経験。うわ、いいな。いいな。いいなじゃない。ちょっと元彼氏と部室で、ド青春じゃない。ちょっと青春。しかもだって部室だからね。部室で、部室で、ちょっともう汗臭くないよ。ちょっと臭くない。いや、でも誰入ってくるか分かんないからね、うん、もうそのヒヤヒヤがスリルがあって。確かにね、実家で俺一回してみたかったな。え、俺やだ。え、俺それならなんか屋上とかの方がよかった。屋上もか。教室とか結構燃えるっす。確かにね、いつも普段いるのが私だから。あれもいい、あのベランダ。ノーブラで夏の制服で学校に登校した。え？ってことは多分学校ついてもノーブラだったところだよ。しかも夏なんで汗とかかくじゃないですか。え、やばくないそれ。やばいっすよ。わかるよ。でもえ？でも周りいましたね。え？いたの？いました。女の子？はい、女の子です。あの体育祭の時に体操服です、体操服。ちゃんと出てるんですよ、二人。なかったか。あった。サイエンスな。これね、うん、出たか。あった、あった、あ、結構でっかい子で。え、なんで逆にさ、おかしくない。どういう心情なの、見てほしいのかな。ほんとそうなんじゃないですか。めっちゃ面白い。いるんだ。それはないな、俺。聞けばよかったな、マジで。見ちゃいます。見ちゃいますね。すごい、ラシャー持ってました。先生のことを間違えてお母さんって言ってしまった。ああ、ある。これあります。僕もあります。ある、うん、呼んだと、なんかさ、あ、間違えちゃうんだよね。そう母さんって誰も振り向いてくれない。あれと思って、あ、間違えてない。そう、先生見てたけど、お母さん。あるよね。あった。ありますね。あら、気まずかった。窓ガラスパリーン。これあるよ。俺鬼ごっこやってて、あ、一緒、同じ。そう、逃げる時にそのドアを閉めたの、うん、でドアってなんか ちっちゃい窓が 4つぐらいあるの、ね、うん、でそこの一つにめっちゃパーンって突っ込んでって。でこっちだらけバーンって出て、ね、でそのまま救急車が来れた。どっか怖っ。マジでおもろかった。だってさ、旗から見たら急に首だけこれでれねえみたいな。そう、マジでおもろかった。怖いね、うん。授業中にかっこいい先輩に呼び出されてトイレでやった。イエス。俺それやったことないな。あんまないっす。マジで。めったにないっす。普通はね。普通はバレるしね、いないの、うん、でも俺もある。ある。ある。ちょっと今言いましたね。ちょっとミスった。やってはない。抜け出したことある。だけ抜け出して何やったの。非常階段でずっと手伝う。あー、別に教室でもできますよ。タクラスで授業が終わる、あの中休みみたいなのあるじゃん、うん、授業終わって、はいはい、授業そこにずっといたの。
で、そっからなんか帰るのが嫌になっちゃって、そっからなんか20分くらいずっといたの。いやいや、授業で20分後に戻ってくるわけじゃん、俺。そしたらさ、どうしたらいいわみたいな言われた。みたいな、もうトイレ行ってましたみたいな言うけど、いや、まあトイレ20分遅刻はやばい、計30分だよ。うんこ長んの。そう、周りもういましたね。いるよね。いるいますね、うん、で学校帰り、てか電車でやった。え、はい、友達もいますね。すごくない？電車とか、まあ駅のあれトイレとかあるじゃないですか、うん、学校もありますね。え、やったっていう話。あ、俺じゃないです。キスマだらけで投稿したこと。でもさ、高校時代ってなんかさ、キスマ、中高ってさ、キスマついてるちょっとかっこいいみたいない？ステータスもあるよ。そう、ありましたね。先輩とかでつけてんだもん。でも、俺もよくつけてたもん。いた。うわ、なんかやだな。今感じるとやばいよね、マジで。ちょ、無理だよね。無理。ちょっとほんとなんかさ、あざとだけのやつじゃない？殺されたんかみたいな。あの、タトゥー気分でちょっとこういうふうにポイント入ってるみたいな。爆発的にあるやついるじゃん、ほんとに。いますね。何人かいますね。爆発はちょっと困るね、マジで。ロックバンドでもやってんの。ほんとに。いるじゃん。じゃあ、最後僕いきますね。はい。修学旅行の時にホテルで罰ゲームでパンツ一丁で、ホテル一周で先生にバレた反省文。まあもうな、反省文、うん、これ絶対反省文よ。普通にやばいっすもんね、うん、でもさ、修学旅行の時とかってさ、なんか抜け出すとかさ、うん、ある人、本当は集まっちゃいけないけど、そうそう、次の違う部屋行っちゃいけないのにとかね。俺女の部屋行ってたもん。うーわ、やば。大体さ、2人ペアぐらいでさ、ホテル入ってるからさ、2人の女の子、2人ペアなんだ。そう、俺2人ペアだった。4人部屋とかあったマジ、うん、俺8人部屋とかすごい多いな。多いな。一番多いの16人でした。寝れないよ、そんなの。そんなの寝れないよ。反省文の書いたことある？俺一回もない。めっちゃあるっすね、俺。めっちゃある。正直めっちゃあるっす。嘘。ガチです。反省文書いたって言ってもさ、重さが多分違うから。そうです。あー、まあね、確かに学校によるどういうの書いた？俺の単純です、何でもちょっとしたことで、はい、反省文みたいな。ええー、だるいね。逆に。で、おかしいだろうと思った反省文、これで書かなきゃいけないと思ったのが、俺、中学生の話なんですけど、うん、その日ちょうど遅れてくるんですよ、みんな。うん、そうやって、本読まなきゃいけないんですよ。みんな朝読んでるんですよ。朝読みたいな、はい、うん。あの、左前の方になんか、図書委員とかが持ってくる本とか、あ、はいはいはい、あそこにウォーリーを探せだったんですよ。で、俺、それ、とりあえず入ってすぐに、ふわって言って、あの、こうやって座って、こうやって読む振りみたいなのしてたんですよ。ちょうど6班で一番左後ろの真ん中側だったんで、一番端っこだったんですよ。まあ、もう読んでるし大丈夫だろうな、みたいな。したんですけど、なんか、どんどんこうやって回っていくじゃないですか。で、6班のところ来て、ほぼみんな出ていったんですよ。もう俺大丈夫だろう、読んでるし。おい、なんで三島ウォーリーを探せ、読んだんだよ。って言われて、お前も出ろって言われて。出る理由、ウォーリーを探せ。マジかみたいな。みんな遅刻とかのあれだったんですよ、うん、反省文多分俺だけウォーリーを探す。ウォーリーを探せで、そうっす、反省文。そうっすね。もうめっちゃふざけて書きました、反省文。まあ違う、ウォーリーを探せを読ん、まあウォーリーを探してましたみたいな。もう絶対探しませんみたいな。わけわかんない。おもろ、マジで。いいね。